はい、お願いします。はい、いろいろね、もう時間がギリギリで11月2日ギリギリなんで、ちょっと日付変わっちゃうと思うんですけど、まあいろいろ撮るものはいっぱいあって、考えていたんですけど、まあ今からいろいろ撮ろうと思っている動画は、後で後日あげます。はい。インパクトチャレンジだったり、で、あと、まあイベント結果、ウィークリートーナメントの結果発表だったり、もともとそのツアーの結果発表であったり、で、あとあれか、ニアピンじゃない。まあショットコレクションとかの続きとかもいろいろあるんですけど、その辺ももちろんあげますけど、やっぱりね、年明けてね、まだガチャを引いていないというお話になっていまして、なのでですね、ここは一発、年明け一発目はやっぱりガチャを引かないといけないんじゃないかということがありますんで、まずちょっとガチャ引かせていただいてもいいですか。で、まあ別にエクセリア引いてもいいんですけど、まあ、ぶっちゃけ現状もエクセリア別にいらないので、いらないって言い方あれですけど、まあいずれゲットはしますけど、別に無理して引かなくていいのかなと思うので、であれば、去年からやっていました。あ、これエクセリア、はい。置きました。いつも通りね。あと背景のシエラとエクセリアしました。一応最新キャラの、最新2キャラを置くようにしてます。はい。ってところでね、まあ、どうせなら、去年に引き続き、リアムを引きに行こうチャレンジですね。をやっていきたいと思います。で、今回ね、まあ、じゃあ60連分ありますので、まあ、60連ガチャを引きまして、まあ、リアム、まあ、もしくは誰でもいいか、とにかくキャラを当てに行くというね、いつもの、これでね、運試しを、白猫ゴルフ のガチャとしては、これを運試しとしてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。レッツゴー。いや、もう、さっきまでテンション的にはね、インパクトチャレンジやろうと思ったんですけど、インパクトチャレンジ別に今じゃなくてもいいっちゃいいよな、みたいな。で、せっかくならこのタイミングでこうガチャパーンって引いた方が気持ち的にいいかなと思って、そうやったんですけど。そうするとどうしようかな。ちょっと朝なんか投稿しますわ。朝、ぜひ見といてください。朝インパクトチャレンジあげるか。朝インパクトチャレンジ。なんで、おー、出なかった。朝インパクトチャレンジ、お昼はやめとくか、夕方インパクトチャレンジ続き、別にいらんか、まあ、結果発表は最初か、イベントの結果発表を、ウィークルトーナメントの結果発表を朝、で、まあ晩は、二次予選かな、二次予選の動画が上がると思うので、じゃあインパクトチャレンジどっかの間でちょこちょことやってもいいのかなと思いつつですね。まあ、そんな感じでしていこうかなと思います。はい。まあ、あんまり上げすぎてもあれなんで、まあ、ほどほどに、まあ、タイミングを、見計らって、ちょこちょこ上げていけたらいいかなと。お、カルマ。やった。カルマ嬉しい。カルマ使うからね。ありがとく。っていう感じで進めていこうかなとは思いますね。いやー、なぜかこれ取っちゃった。別にこれ、この動画撮るつもりなかったんですけど全然この動画よりも他の動画上げた方が絶対いいと思うんですけど、なぜかね、急にガチャ引きたい欲が出てきて、で、まあどうせなら、まあね、エクセラ引いてもいいとは思うんですけど、まあとりあえずリアムの方のこのチケットも使ってもいいかなってふとね思ったんで、今回はね、そういった形でやらせていただきたいですね。もうあと30例しか残ってない。そうか。いや、めっちゃあんねんな、投稿する動画。マジでめっちゃ多いよな。まだまだあるよな。いや、だから、いや、難しいな、タイミング。うっ！てか、全然出えへん。このガチャ、マジで出えへん。いや、このガチャ出なさすぎやけどな、それにしても。それにしたってこのガチャ全く出えへんな。お、オスクロールもうちょっとやん。カラーチェンジできるやん。ふっ。ああ、いろいろと。まあ、まとめて2本ポンポン投稿してもいいけど、まあ、その辺は。まあ、とりあえず、朝はね、多分投稿しようかな。せっかくなら、朝一なんかあげようかなと思います。どれかをあげたいと思い。出ない。いやー、渋いなー。相変わらず渋い。ほんまに渋いなー。
まだ持ってないのあんねんな、意外と。お、赤髪が。いいですね。お、スクロールあと2。で、カラーチェンジ。カラーチェンジ2枚目になるから、ワンチャンなんか変えてもありやな。てか、あと背景そろそろ変えたいな。夏すぎるな。夏すぎるねんけど。難しいねタイミングがな。入れなかった。今年も、後ろのゴルフのガチャ運は悪いのかもしれない。出ません。ここでオスクロールが出ないのが、私なんですね。こういう時にオスクロールを引き当てることで、より良くね、なるはずが出なかったということです。残念ですね。ああ、ガチャ引きで。ガチャ引きでいいけど、別に今いらんな。石はいっぱいあるけど、まあまあいいでしょう。はい、ということでございましてね、新年一発目のガチャ動画はリアムを当てに行く動画でした。また明日。